皆さんおはようございます。大です。現在私は JR 前橋駅に来ています。時刻は午前2時。まだ夜も明けない牛蜜時と呼ばれる時間帯です。そんな時間に群馬の県と前橋何しに来たかっていうと、実は日本中央バスが今年6月よりとんでもない便を新設したんですよね。テーマは東京6時発の新幹線に乗ろうです。ここ前橋から初電で東京に向かうと、どんなに早くても東京着は7時12分です。6時発の新幹線っていうのは絶対に間に合わないんですよね。6時発の新幹線に乗るには前日のうちに東京へ行き、全泊必須だったわけです。それを覆す高速バスが今年6月より運行開始したんですよね。本日は月曜日、バリバリの平日、私もこれから広島で仕事があるわけです。そこで今回は新設された高速バスに乗って広島に出勤しようと思います。前橋駅南口には2つの高速バス乗り場があります。手前が成田空港行きです。それ以外の高速バスっていうのは、あの黄色の屋根のところから発着しているんですよね。池袋、新宿、羽田、仙台、富山、金沢、名古屋、奈良、京都、大阪、いろんな行き先があったりします。ということで高速バスの乗り場へとやってきました。ここには雨をしのぐための屋根とベンチがあります。また奥にはね、ここを発着するバスの時刻表があるわけです。こちら前橋駅南口っていうバス停で、こっからは名古屋、京都、奈良、大阪方面の夜行バスと、羽田空港、川越、池袋、新宿、東京駅方面の中高バス運転されています。中高バスの時刻表を見てみましょう。上段が羽田空港行きです。全泊なしで羽田空港から朝一の飛行機に乗るということで、最初の便は前橋駅南口を午前2時55分に発車します。めちゃくちゃ朝早いですね。それでも羽田空港までは3時間ということで、朝一の飛行機に乗るんだったらこの時間も仕方ないのかもしれません。その後3時、4時、5時台と続き、7時のバスを終えると羽田空港の到着が午後になるということで、バスの設定がありません。朝一の飛行機に乗るためにね、結構な本数運転されているんですね。下段が川越、池袋、新宿、東京駅方面です。運休便がね、結構目立つわけなんですが、そんな中、一番左端、前橋駅南口午前3時に出る東京駅行きっていうのが、今年6月より運行を開始したバスです。東京駅5時30分到着。ということでね、6時発の東海道、東北、北陸の速達列車に乗り継げるようになってるわけです。JR を使って前橋から行くとね、6時発の新幹線乗れないですからね。その新幹線に乗るんだったら3時発これでね間に合っちゃうわけです。今回はね、この新設された3時発のバスに乗って東京駅で広島方面の東海道新幹線に乗り継ごうと思います。さて、時刻は午前2時半。乗車する日本中央バス31便、バスターミナル東京八重洲行きは前橋行き南口バス停、まだ来ていません。ここから南に約5キロほど進んだ前橋バスセンターを始発とするバスです。そのため発車直前にバスっていうのはここへやってきます。午前2時55分羽田空港行きの日本中央バスが発車していきます。前橋駅南口バス停には3時ちょうど発、日本中央バス31便、バスターミナル東京八重洲、東京駅行きがやってきました。さて、日本中央バス31便、早速乗車していこうと思うんですが、乗車の際事前に予約していれば、乗務員に名前を言うかメール乗車表を提示することで乗ることが可能になっています。はい、バス車内はこんな感じ、2列2列の座席配置になっています。一応ね、自由席ということでね、この辺りに座っていきましょう。高速バスということで座席はリクライニングシートになっています。結構倒れるんですね。ここまで倒れたらね、
東京まで、まあ、朝も早いということもあってぐっすり寝れそうですね。いやこれはいいね。こちらのバス、網ポケットやドリンクホルダーはあったりするんですが、コンセントや Wi-Fi の設備といったものはありません。さて午前3時、前橋駅南口を日本中央バス31便発車していきます。ここから朝6時の新幹線に乗るために東京駅へ向かっていくわけです。前橋駅南口を発車した日本中央バス、この先高崎バスセンター、高崎駅東口、藤岡インターで乗客を拾って東京駅八重洲口へと向かいます。車内放送っていうのはね、最後の乗降時、藤岡インターを出発してからなんですよね。前橋駅発車後5分ほど走行すると利根川を渡っていきます。日中の川越、池袋、新宿行きのバスっていうのは新前橋駅も乗車地としてあるわけなんですが、早朝の東京八重洲行きのバスっていうのは新前橋駅通過となります。前橋駅南口を出てから25分、やってきたのが北関東最大のターミナル駅、高崎駅東口です。高崎駅の書店で東京に向かうってなると、最速で6時59分ということで、まあ前橋よりはね早くなるわけなんですが、それでもね6時発の新幹線は間に合いません。というよりこのバス、ヤフー乗り換え対応してるんですね。3時25分、高崎駅東口を日本中央バス31便発車していきます。高崎駅で2人ほど乗車してきたわけなんですが、それでも車内はこの通りガラガラになっています。繁忙期だったらね、なんか6時発の新幹線に乗れる、しかも全泊なしってなるとね結構需要ありそうなんですけどね、平日ってなると、まあ、そんなに需要はないのかもしれません。前橋駅南口を発車した時も思ったんですが、この日本中央バス31便、午前3時台に走るにもかかわらず扱いは一応中高便です。夜行便と違うので車内の電気は完全消灯しないんですよね。ただ運転の妨げにならないように現行の状態にはなっているんですけどね。前橋駅南口を出てから45分、やってきたのが藤岡インターです。最後の乗降地ですね。現在いる藤岡インター、新幹線の高架が近くにあります道の駅ララン藤岡の中にあるんですよね。鉄道でいうと八高線北藤岡駅が近いんですが、まあ、結構距離がありますよね。このバスはバスターミナル東京八重洲駅でございます。前編座りでおいでますのでよろしくお願いいたします。そこちらは八重洲駅上で行き、キャンドルコンソーサーコネクトでございます。あちらのためとまた法令によりまして客席でも装着が義務付けられておりますので、シートベルトの着用をお願いいたします。車内は取り含めまして座席禁煙禁止となっておりますので協力お願いいたします。取り合わせ料金法にございますのでご自由にお使いください。取り越しをの際は扉の内鍵を閉めませんと取り扉の機能が配達しませんのでご注意ください。またご使用後は上ボタンを押していただき水を流していただきますようお願いいたします。バスターミナル東京駅は5時30分到着予定しております。ご案内いたしました、到着予定時刻はこの先のこの状況でことによりまして遅れることはございます。急ぎのところ下げるバスがなくじめご了承をお願いいたします。当バス停は3時50分出発でございます。出発までにしばらくお待ちください。3時50分、最後の乗車地藤岡インターを発車していきます。
結局藤岡インターから乗ってきたのは0人ということでね、前橋駅南口から乗った私と高崎駅東口から乗った2人、計3名が乗車している状態になっています。日本中央バス31便は藤岡インターチェンジより上信越自動車道へと入っていきます。ここからね、高速道路を走行して東京方面へと向かうんですよね。上信越自動車道に入ってすぐに藤岡ジャンクションがあります。ここからね、日本中央バス31便は関越自動車道へと入っていくわけです。上信越自動車道、あっという間に終了してしまいましたね。さて、日本中央バス31便は神田川を渡り群馬県から埼玉県へと入っていきます。日本中央バス31便、バスターミナル東京八重洲駅なんですが、実は藤岡インターを出るとバスターミナル東京八重洲までノンストップで走っていきます。高速バスなんですが、途中のサービスエリアで休憩はないんですよね。さて、時刻は午前4時、前橋駅南口を出てから1時間が経過しました。前橋駅を出たところには真っ暗だった外もだんだんと明るくなってきましたね。日本中央バス31便、早朝の関越自動車道を回送していきます。いい感じの揺れということでね、正直どんどん眠くなってくるんですよね。リクライニングも結構倒れますからね。日本中央バス31便、藤岡インターからバスターミナル東京八重洲まで途中休憩なしでノンストップで走っていくんですが、お手洗いの設備っていうのがね、しっかり車内には設けられています。バスが現在通過しているのが圏央道との接続点、鶴ヶ島ジャンクションです。八王子や久喜白岡へ行くね、トラックの多く圏央道へと入っていきますね。バスは圏央道に入らず関越自動車道を都心方面へ向かっていきます。東京方面の日本中央バス、日中の便は関越自動車道途中川越的場に止まるわけなんですが、早朝便っていうのは川越的場止まらないんですよね。東京駅までノンストップで走っていきます。4時43分、関越道新座料金所をバスは通過していきます。この先関越道を進んで練馬インターで降りた後、下道でね、東京へ行くことも可能なんですが、日本中央バス31便、下道を行かずに大泉ジャンクションから東京外環自動車道へと入っていきます。池袋やバスタ新宿を発着するバスっていうのはね、練馬から下道を行くわけなんですが、このバスは東京駅に向かっているということで、下道ではなくね、高速をこのまま走り続けるんですよね。バスが現在渡っているのは荒川第一調節池、通称西湖です。荒川洪水時の被害に備えた調節池なんですよね。人工の湖です。東京外環自動車道をしばらく走行すると、バスは美女木ジャンクション首都高速へと入っていきます。こちらの美女木ジャンクション、なかなか珍しいジャンクションになっていて、高速にもかかわらず途中信号機があるんですよね。さて、信号が青になったのでバスは首都高速5号池袋線へと入っていきます。
バスは荒川を渡っていきます。荒川を渡り終えると埼玉県から東京都へと入っていくんですよね。気づけば午前5時を過ぎ、前橋駅南口を出てから2時間が経過しました。バスは現在豊島区池袋付近を走行しています。前橋から2時間でね、もう池袋までやってきちゃいましたね。藤岡インターから乗った高速道路も室町ランプで降りていきます。東京駅八重洲口に最も近い高速道路の出口ですね。お疲れ様でした。まもなくバスターミナル東京八重洲、バスターミナル東京八重洲に到着いたします。皆様もお忘れ物落とし物ございませんよう、今一度ご確認お願いいたします。本の際のバスは完全に停車いたしまして、前の扉が開くまで席が立ちになりませんよう、その位置こぼうしにお気をつけお願いいたします。本日も日本茶バスグレーディングスのことにありがとうございました。またの無理をお待ちしております。まだけバスターミナル東京八重洲に到着いたします。さて、右側には東京駅の八重洲口が見えます。東京駅八重洲口にもね、バス停はあるんですが、この日本中央バス31便っていうのは東京駅八重洲口ではなく、すぐ近くのバスターミナル東京八重洲っていうところに発着しています。バスターミナル東京八重洲、地下にあるということでね、バスは地下へと入っていきます。前橋駅南口を出てから2時間20分やってきたのがバスターミナル東京八重洲です。ありがとうございました。ということで時刻は5時21分、始発の新幹線まであと40分あります。これだったらね、余裕ですね。とりあえず八重洲の地下街、通称八重地下を通って東京駅へと向かいましょう。東京駅はこっちでいいみたいですね。地下から這い上がってね、東京駅の八重洲南口へとやっていきました。時刻5時24分、バスターミナルからね3分ぐらいなんですぐそこだったわけですね。この東京駅から出る東海道山陽新幹線の初電っていうのが6時ちょうど発ののぞみ1号博多行きです。現在の時刻5時26分ということで、発車まで34分と結構余裕があるんですよね。東京6時発ののぞみ1号まで結構時間に余裕があるわけなんですが、実は日本中央バス31便、遅れずに走るとね、のぞみ1号よりも早い新幹線で東海道山陽方面へと移動することができます。それではね、東京駅の在来線改札口より東京都内から広島市内までの乗車券で改札入場していきましょう。のぞみ1号より早い新幹線って一体どういうことなんですかね。新幹線で6時からしか走れないんですけどね。ということでやってきたのが JR 東京駅東海道線下りホーム9・10番線です。9番線には5時40分発東海道線下り普通列車沼津行きが停車しています。そうなんです、この東京駅からはこの東海道線の列車に乗って移動していきます。側面表示はフルカラー LED になっています。それでは早速東海道線沼津行き乗車していきましょう。東京駅始発ということでね、結構車内は空いてますね。東京から広島へ向かうんだったら在来線より新幹線の方が早いのは当たり前ですよね。
のぞみ1号まで30分あるわけなんですが、東海道線に乗ってどうするつもりなんでしょうか。5時40分東京駅を東海道線沼津行き発車していきます。いや本当に新幹線乗らずに在来線に行って一体どうするつもりなんでしょうか。東京発車後、品川まで東海道本線は東海道新幹線との並走区間走行していきます。時間帯によってはね、新幹線に追い抜かれる様子車内から楽しむことができるわけです。ただね、時刻は6時前、新幹線旅客列車は基本的に6時から0時までしか運行することができません。そのためね、新幹線の様子車内から見ることはできないんですよね。品川到着前、右側には東京総合車両センターの田町センターがあります。東京や品川を発着する列車が停泊する場所ですね。日中の時間帯に来ると寝台特急サンライズ瀬戸出雲号で使用される285系っていうのも停泊してたりするわけです。ただサンライズまだね、東京まで来てないということでね、現在はいないですね。田町センターの構内には東海道本線の最も新しい駅、高輪ゲートウェイもあったりするわけです。東京を出てから8分、やってきたのが品川駅です。東京から乗ってきた東海道本線はこの品川で下車します。時刻は5時48分。のぞみ1号東京発車まであと12分なわけです。いや、東京品川間だけ移動してきて一体何があるんでしょうか。 JR 品川駅の北乗り換え口へとやってきました。電光掲示板をね、ちょっと見てみると、のぞみ1号が6時7分発なんですが、その前に6時ちょうど発ののぞみ99号っていうのがあります。これ品川始発なんですよね。東京から在来線で少し来るだけでね、一本前の列車に乗れるわけです。ということでね、こちら東京都内から広島市内までの乗車券とのぞみ99号指定席券、改札入場していきましょう。品川駅構内には始発の新幹線に合わせてキオスクが営業しています。朝ごはんもね、しっかり購入することができるんですよね。JR 品川駅の新幹線下りホーム23、24番線やってきました。ちょうどね、23番線に乗車するのぞみ99号博多行きが入線してきましたね。こちらの列車で広島へと向かいます。側面表示はフルカラー LED になっています。行き先の博多の下に停車駅が表示されるので見てみましょう。品川を出ると新横浜、名古屋、京都、新大阪、新神戸、岡山、広島と、のぞみ1号よりね、広島へ先着できちゃうわけですね。いや、これはいいね。それでは6号車よりのぞみ99号を乗車していきましょう。車内はこんな感じ、2列3列の座席配置になっています。座る席は3番 E 席ということで、3番 E 席はここですね。新幹線車両ということでね、座席はリクライニングシートになっています。結構倒れますね。先ほどの高速バス並みに倒れます。い
やーこれね広島までね約4時間ですからね、下手したら寝てしまうんじゃないですかね。6時ちょうど品川駅をのぞみ99号を発車していきます。のぞみ1号よりも早く広島へと帰るわけです。 JR 東海の車ということで車内チャイムは毎入口になっています。空間接続します。名古屋着がだいたい7時半、
前橋を出てから4時間30分でやってきたわけです。前橋の拠点で来ると名古屋着は最速9時45分、2時間15分も早くバスだと名古屋まで行ってもらえるんですよね。7時28分、名古屋駅をのぞみ99号発車していきます。現在乗車しているのぞみ99号、名古屋までで追い抜いたこだま号はたった1本、前を走る列車っていうのも追い抜きはないんですよね。そのためひたすらハイスピードで走っていくわけです。心地よい揺れで、ね、お腹もいっぱい、朝も早かったということで、正直何とか2匹を飛びかけたわけです。この新大阪駅は JR 東海、東海道新幹線と JR 西日本、山陽新幹線の境界駅です。ここから先のぞみ99号は山陽新幹線へと入っていきます。8時19分、1分遅れで新大阪駅をのぞみ99号を発車していきます。ついにここから JR 西日本管内、山陽新幹線を走行していくわけです。JR 西日本管内、山陽新幹線に入ったということでね、お出かけネットやウェスターの話が出てくるようになったわけです。新大阪から先の山陽新幹線、最高速度300キロが出せる高速路線になっています。ハイスピード料金のかかるのぞみ号、みずほ号っていうのは300キロ近いスピードで走っていくわけなんですが、実は新大阪姫路間っていうのは街中をメインに走行していくっていうこともあって、スピードが控えめになっています。230キロぐらいで列車走っていくんですよね。列車が現在通過しているのは西明石駅です。新横浜6時発の光533号を追い抜いていきます。
西明石通過後、進行方向左側には遠くに瀬戸内海が見えます。空とね、完全に色が一体化してしまっているということでちょっと分かりづらいんですけどね、海の景色を車内から楽しむことができます。いや、これバリバリ海ですからね、まるで空に見えるんですけどね、瀬戸内海です。姫路から先、山陽新幹線ハイスピード料金のかかるのぞみ号、みずほ号っていうのは本領を発揮します。最高速度に近いスピードで山陽新幹線を西へ進んでいくわけです。通過しているのは福山駅です。こだま841号を泳いでいきます。出てから3時間39分やってきたのが広島駅です。さて、時刻は9時38分前橋を出てから6時間38分かけて広島までやってきました。いやー、とりあえずね、10時の出勤には間に合いそうで良かったです。午前3時発の中高バスに乗って前橋から広島まで通勤してみた動画、いかがだったでしょうか。2024年6月より日本中央バス前橋駅を午前3時に出る中高バスが運行を開始しました。東京6時発の新幹線電泊なしで乗れるようにをモチーフにした列車、東海道山陽新幹線に限ってはなんと東京駅発のぞみ1号の1本前、のぞみ99号で移動することが可能になっています。前橋午前3時発と朝が早いので移動しづらいわけなんですが、興味がある方ぜひ一度乗ってみてはいかがでしょうか。ちなみにこの広島駅の時点ではのぞみ1号との差は11分に広がっています。品川の時点では7分だったのがね、4分も差を広げたわけです。いやー、のぞみ99号早かったですね。それではね、私もこのまま出勤しようと思います。ではこの動画はこれおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。